はい、えー、今回はですねドローボールの打ち方をご紹介したいと思います、えー、まず、えー、ドローボールっていうのがどういう現象によって起こるのかというのを理解していただきたいと思います基本的なクラブ軌道が例えばインサイド3度だとしましょうとフェース向きが1度オープンだとしましょうとそうすると軌道とフェース向きの差は2度クローズになるのでここにドロー軸に回転する要素が生まれますこれがドローボールです昔はですね ドロー回転のボールは軌道はインサイドアウトクラブフェースはスクエアもしくはクローズというふうに言われていましたもちろんこれもドロー軸に回転はするんですが回転軸が大きく傾くためにまあフックもしくはチーピンと言われるようなボールになってしまいますですから質のいいドローボールはクラブ軌道はインサイドから来ますしフェース向きもオープンに当たるとでもそれはあくまでも軌道よりは小さなオープンの量だというのが このルールということになります、えー、このアマチュアゴルファーの方がなぜドローを打ちにくいのかといえばですね一番大きな理由はクラブ軌道がカットだからですよね当然カット軌道になればドローになる要素はほとんどありませんただしクラブの先端に当たることによってギア効果が発生してカット軌道だけれどもドロー回転が出るといったことは起こり得ると思います ただこれは、えー、正しいというか、ね、ノーマルのドローの打ち方ではないのでやはりクラブ軌道をインサイドからしかも若干オープンフェースで当てるというのはとても重要な要素になるんだということです。えー、またクラブを強引にインサイドから入れようとすると連動してクラブフフェェススがオープンフェイスになりやすすいんですこれがアマチュアゴルファーの方がインサイド軌道から一生懸命やろうと思ってもなかなかドローが出ない大きな理由です。イインサイド軌道は達成できるんだと でもフェース向きは連動してさらに開いてしまうので右から右に行ってしまうこれによってこれができないからさらにカットに戻してしまうということが多く起こります、えー、アマチュアゴルファーの方が一番簡単にですねドローを打つためにやれることというのは向きをまず右に向くことですねアライメント右に向いてしまえばこのカット軌道を向きによって殺すことができますある程度ですがね、えー、それでインサイド軌道を確保して素直に打つと ここうううすするととが、まあ、一番簡単ななな打ち方ではいいいかなというふうに思います、えー、ドローの打ち方は整理すると2つあると明日ドローを打ちたければ右を向いて自分の軌道も、まあ、カット軌道を向きによって殺して打つという方法でもう1つはです、ね、自分のカット軌道を修正してインサイドから入れてしかもフェース向きをコントロールして正確な、まあ、プロのようなです、ね、ドローを打つ方法、まあ、この2つがあると思います。 ぜひですねこの二つを、えー、自分で試してみてですねやりやすい方を選択してもらえればいいと思いますぜひ試してみてくださいはい、えー、今回はですねフェードボールの打ち方です、えー、もちろん男子プロであればですね最近フェードボールの選手が増えましたまあこれには大きな理由があってですね。 フェードボールの方がよりボールが上がりやすくスピンが入りやすく止まりやすいこれが最大の理由です。今男子ツアーににおいいて、えー、ボールが止ままるというのはスコアに直結しますですから多くの選手はボールの落ちてくる角度が50度といいうのを目指してるんですね、えー、これはこの角度で落ちてくることによって厳しいピンチに対して止めることができるこれが目的です。 ですがアマチュアゴルファーの方の場合ですねそこまでプロのような高段度は必要ないですし止めるということが必要ないのでそもそもそのフェードボールを打つという状況ってあまりないかもしれない。なぜかというと90%のアマチュアゴルファーはスライスに悩んでいてこのスライスに対して適切な薬というのはドロー方方向ののテククニックというのを身ににつけるるがよりそのスコアに直結すすからですただあの現実的にその10%の選手もしくはもう少し。 えー、チーピンで悩んでいるようなアマチュアゴルファーの方がこのフェードの、えー、回をですね練習していただけるとまあ、うまくいくかもしれないというお話をしますフェードボールはの軌道は当然ながらカットですでクラブフェース向きどこなんだクラブフェース向きはターゲットよりも左を向いていますですから軌道はカットフェース向きはクローズこれがまあフェードボールの条件ということになります仮にカット3度 でクラブフェース向きがクローズ3度で芯に当たったとすると左にまっすぐ飛びますこれがフェース向きがちょっとでもターゲットよりはクローズなんだけれどもクラブ軌道よりは開いているという状態であるとボールの回転軸はスライス軸に傾いてわずかながらにフェードボールになるということですフェードとスライスの境目はこの回転軸が大きく傾いて大きく曲がるのをスライスと言いますし 少しわずかながらに傾いてわずかに右に曲がってくるようなボールのことをフェードというふうに呼ぶわけですで、えー、多くのアマチュアゴルファーの方がインテンショナルのフェードを打とうとするとフェース向きを開いて構えてしまう場合が多いわけですねですからこのフェードを打つときには非常に構えが重要になりますフェース向きは目標よりもちょっと左まあ例えばイメージするのであればまあ5ヤード程度左でもいいですねわずかに左にフェースを向けます そして体のアライメントはそれよりも左例えば仮に12歩クラブフェースをです、ね、ターゲットより左に向けたとして体の向きはじゃあ5ヤードから10ヤード程度左に向けるとそんな感じですかね、はい、フェースも左体のアライメントはさらに左この状態から自分の体のアライメント通りに振っていくじゃあちょっと振ってみましょう上げて振っていく。 今はものすごく綺麗なフェードの回転がかかりましたがこのように振ることでカット軌道プラス目標よりもわずかながらに左に向いているというフェース向きを得ることができますですから多くのアマチュアゴルファーの皆さんはこのスライスとフェードというのを分けて考える必要性があるわけですねフェース向きはターゲットより左当然ながらクラブ軌道はそれよりももう少し左もう少しカット これを意識していただければ、力強いフェーードボールを打つことができます皆さん、ぜひ試してください、はいえー。今回はですね、アプローチショットの基本ということで、まあ、私の考える、まあ、一番オーソドックスなです、ね、打ち方は何なんだというところをお話ししていきたいと思います。 えー、そもそもアプローチ分類すると、まあ30ヤード以内がショートアプローチ、まあ30ヤード以上をロングアプローチというふうに、まあ一応私の中では定義付けていて、この30ヤード以内のエリアに入れば、プロであれば絶対2回が目標なんですね。この2で上がるというのが目標です。ただアマチュアゴルファーの方で、まあ100ギリだったり90ギリを目指すのであれば、まあ3回で上がっていれば。 100を切るってこということはですね大きなミスをしないということが、まあ、目的ではあるんですが一応ですねここはあの大きなミスがしない打ち方とかそういうものがあるというわけではなく正しい打ち方効率的な最もいい打ち方というのをお話ししたいと思います。 アプローチの場合パターンの、まあ、パター的な要素というのも非常に大きくなりますから、えじゃあどれぐらいパターの要素が入ってくるのかというのも含めてちょっとお話したいと思います。まあ、一番簡単に分かりやすいのはですね、長尺の打ち方ですね、えー。左手のグリップをこのグリップエンドを抑えた、ま,あ、まさに長尺のパターを持っているようなグリップをして、この胸の中心に押し当てます。そしてまあ、本当に長尺の構えですね、まんま。そして足はアプローチの構え。 この状態で1、2、このクラブヘッドをもちろん開閉はしないです、パターと同じように、まあ、少し縦の回転のイメージですかね、このシャフトライン通りですから、かなりえ立てている状態で肩を縦方向に少し回転しながら打つ、まあ、これちょっとパターに近いような打ち方です、でも完全にパターというよりは、足は今、この送りはアプローチのモーションになっているの分かりますよね。1,2 1> 1えー、アプローチの打ち方の時にまあこうビギナーの時にですね、えー、左肩を下げるというようなお話をしたと思うんですがそれに近いいような動きだと思います実際にはここにフットワークが入ってくるので1と下げた時にににわずかに重心が左に行ってますそして上がってきているので頭の位置は元の位置ではなくて実際にはこう何 cm か左にいってるんです。構えた時1 2。この時に下がりながら左行きますそして真上に上がっているのでアドレスの位置よりは左でインパクトしていますこれによって少しだけシャフトが前方方向に傾いて打っているとちょっとペットボトルとかでこの高さにボールがあって打つとか練習いいですねそういう練習もいいですで実際にここに継ぎ足したものでこうやってですね長尺パターンのようにやってアプローチを練習していただいても効果的だと思いますではちょっと打ってみましょうそんなイメージですねそんなイメージで打ってみましょう こういういイメージですね1 2こういういイメージです今ここから長尺のシャフトが伸びていたとえ今のような動作をやることで非常にパター的にボールを運ぶことができますまた、えー、手先の動作で距離をコントロールしていないのでボールが安定して飛ばすことができます是非、えー、ですね、えー、このオーソドックスなんです、ね、アプローチの打ち方皆さんマスターしてください